王国会館、王国会館、旧将、五国会館、ミクニカ、遺館とは、エホバの商人が集会場所として利用する施設に、対して用いる故障である。この名称は1935年、モノミノ党聖書差し支協会の当時の会長、J. カイラ・ザ・フォードによって提唱された。彼らは自ら所有する不動産に対して、だけではなく、たとえそれが、賃貸物件の、 ビルの一室であったとしても、この故障を用いる。通常の利用法は、崇拝と聖書の学習、及び宣教の訓練のための利用である。一回週あたり週に二度、王国会館で集会を開く。週末に開かれる集会では、聖書公演と物見の投資の研究記事の討議が行われ、会場は一般向きに開放される。他方の集会は、平日の夜に開かれ、 こちらは戦況の訓練に特化したプログラムが扱われる。これらの集会は賛美歌、王国の歌と祈りで始まり、終わりも賛美歌と祈りで締めくくる。また、中途でも一度賛美歌が歌われる。かつてはもう一つの集会である書籍研究、信者の自宅で開かれるについても集会場所の確保が難しいなどの理由から王国会館が用いられていたこともある。 現在はこの名称の集会は廃止されている。その他、信者の葬儀、結婚式の会場として利用される場合がある。しかし、披露宴や信者のレクリエーションの会場としてなど、神の崇拝と関係しない催しでの使用は一切認められていない。カトリック教会に見られるようなマリア像、イエス像といったものは偶像とみなされるため、 王国会館内にはそれに類するものは設置されない。建物は大きさやデザインが様々であるが、いずれも上記、主な役割に資するための音響設備ほか、公園を快適に視聴するための映像設備を通常備えており、機能面を重視した作りとなっているのが普通である。日本では木造平屋建ての構造のものも多いが、東京などの都市部では、 土地や建物の確保が難しいためがシビルのテナントで入っているものもある。また、鉄骨や鉄筋作りの2から3階建てのタイプもある。このタイプは2から3の改修、メイン会場が1つ、多いところでは10以上の改修、メイン会場が4つ以上で使用する事例も存在する。中には、元店舗など異なる用途で使用されていた建物を買い取るなどして、 必要な改修を行い、王国会館として使用しているものもある。多くの建物は、エホバの承認の建物だとわかるように、jw.org の看板が常設されているが、借りている建物の場合は、開催時間外には、提示不可であるため、開催時間のみ仮設で提示される。維持管理に必要となる処刑費は、 その王国会館を使用する諸会集の船員たちの自発的な寄付金で賄われる。また、集められた寄付金から信者総会での議決に基づく金額が世界的な王国会館と会ホールの建設基金として国内外の会館建設費用に充てられている。施設や設備の建設と維持管理は世界の各支部ごとに設置された支部設計建設部門。 LDC が管轄して行う。会館の維持、建設は LDC の指示のもと、地元信者たち自身で多くの部分がなされ、専門性のある作業は、技能や資格を有する信者が参加して行う。信者内で賄えない場合は、一般の業者に外注する場合もある。なお、作業に参加する信者は、基本的には、 無給のボランティアであるが、地元の信者たちから食事が供され、また必要な場合は、宿舎の提供を受けることもできる。世界のあまり裕福でない国々でも、全世界から集められた前期、世界的な王国会館と大会ホールの建設基金により、集会所の建設費用が提供されている。また、 王国会館に類似した建物として、大会ホールと呼ばれる施設も存在する。こちらは、収容人員2000から3000程度であり、巡回区、一巡回区は20前後の改修で構成される。単位の集会が、週末、ほぼ毎週のように取り行われるほか、長老、法師の下辺たちのセミナー会場や、周辺災害時の物資集積の拠点になることもある。大会ホールは、 日本では、神奈川県海老名市、日本支部の敷地内を含め、8カ所、栃木、千葉、東海、兵庫、関西、広島、福岡に存在する。アメリカでは、建物の老朽化が進んだ歴史的建造物を、買い取って修繕し、大会ホールとして用いている、スタンレー劇場、W、スタンレーシアター、ニュージャージー州、ジャージーシティのような例もある。 エホバの承認による王国会館の建設に対して、地域住民による反対運動が起きることがある。日本では、松川町麻紫のエホバ対策委員会によると、1997年、長野県松川町蔵屋の住民の反対にも、かかわらず、エホバの承認は王国会館を建設した。マシノの畜前港を挙げての告発反対運動が先駆けとなり、 マシノの運動に力づけられた地域運動が全国各地で展開された。2000年より神奈川県藤士野町道知事地会を挙げての反対運動が起き、2002年現在も継続している。エホバの商人側は住民の反対がある限りは建設しない都市、京都市右京区、千葉県船橋市、東京都多摩市、落川地区、長野県駒金市、稲市、飯島町において、 地元住民の王国会館建設反対に対しては王国会館建設を撤回した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。